大会出場歴31年をもちまして最後の減量が始まっております木澤選手ですが、トレーニングも36年やられてるんですけど、木澤選手トレーニングやるときっていうのは頭で考えてやりますか、それとも、筋肉に考えさせますか、どっちですか。頭は全然使ってないですね。頭全然使ってない。筋肉の感覚だけで動かします。お、はい、頭で何考えるんですかって思うんでしょうね。考えるっていうのは動きを考えることはないです、ね、この何かこうもう一丁行けとか、はいはいはい、一回止まろうとか、はい、そういうのは考えますけど、はいはい、動作 の、 この筋肉に対する感覚っていうのを何か頭で考えながらこう動かそうこう動かそうとかっていうのは考えないです、ね、はい、そういうことですよね。そうそう、はい、あとだから僕がトレーニング中に考えてるのはやっぱりリズムですね。あ、下ろす時のスピードとか、はい、特にネガティブのスピードですね、はい、とあと切り返しの時のこのため、はい、っていうのだけはやっぱ考えながらやってます、はい、息吸ってもうちょい溜めてからガッみたいな、はい、そんなイメージです、はいはい、そこは考えてますけど、あとはもう動き出したらもう今日だったら足やりましたけど、はい、ここの感覚をとにかく研ぎ澄まして、はい、ここに要は負荷が乗ってればいいわけなんで、はい、そこに乗ってる感覚だけをこう、はい、意識してる、はい、だからまあここになんかこう脳がある感じです、ね、はいはい、難しいですかね。これはやっぱり経験積むとできる話かもしれないですよね、はい、例えばその外側狙ってやってる時でも外側のことだけ考えて、あ、そういう感じです、はい、でこうだんだんこう痛くなってきたらなんかいいよいいよみたいな、そういうことです。ああ、例えば人間の体って全部そうじゃないですか、こう、うん、なんか何にもボケーっとして何も考えずにマッサージ受けるより、はい、なんか凝ってるとこうしてくれてる、あ、気持ちいいって感じてた方が、ああ多分なんかこうなんですかね、ほぐれる感じがすると思うんですよ。それと一緒でやっぱりこう感覚がそこに何かあった方が絶対効いてくると思うんですよね、はい、だから階段登るときに何も考えずなんかスマホいじりながら登るより、はい、こう一個一個足を置くときに筋肉にこう感覚を持ちながらこうなんすかね、まあ、一応考えてて考えてるんですよ。感覚をちゃんとこう足に持ちながら登れば多分足結構疲労してくるんですよね。やっぱりそんなことやってたら日常生活やってたら疲れちゃうんで、はい、やんない方がいいんですけど、はい、トレーニングの時は逆でそれを徹底してやんないとダメですよ、ね、はい、なんでいかにこう筋肉に感覚がある状態で物を動かすかっていうのをやんないと思います。常に、考えてるっていうよりはいわゆる気持ちっていうかあの心の在り方がその動作してる筋肉のところにあるかのごとく、うん、そういうことですね。そういうこと、早く要はだから早くそこの筋肉がこの動きをすることでダメージを食らって動けなくなるように、はい、自分から仕向けていけばいいんで、はい、それ要はその動きをそこの筋肉にいかにこう仕事をさせるかっていう感覚があれば早くできると思うんですよね。腕立て伏せも何も考えずバン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 やってると100回できるかもしれないですけど、しっかりこう筋肉にこう意識が入った状態でやれば多分15回20回でできなくなると思うんですね、はい、でもトレーニングってのはそこをやっていかないと効いてこなくなるんで、はい、だから効かすっていうのはこう脳でもちろんやってるんですけど、基本的にはこう筋肉の感覚に、できるだけこうなんすかねを入れるっていうのが大事ですよね。それが上達してくるとそういうことを考えなくても、全然考えなくてももう その感覚でしか動かせなくなるんです。ああ、うん、そうするとなんか昔できてた重さができなくなっちゃったんで、ああ、効かせるのが当たり前にできちゃうと、はいはい、そういうちょっとこう重さが落ちるっていうのがあるんですけど、その分筋肉の仕事が普通にできてるんで、はい、まあ、ある程度だからボディービルダーって言いますか木澤選手レベルになると日常生活に弊害になりかねないです。そうですね、完全に弊害になってます、ね、ああ階段登るだけで足パンパンになってます。ああ、
だから足トレなんかいい例でこう押すじゃないですか、はい、押す時に、まあ、四頭筋とハムをこう例えばスクワットやってても、はい、ブルガリアンスクワットやるとします、はい、あれすごい裏に入る人と前に入る人じゃないですか、はいはい、でも多分何も感覚がない人って多分裏も表も両方なんか使っている感覚になったりすると思うんですけど、はい、目的、はい、あごめんなさい、感覚が入ると、はい、もう目的の筋肉だけ同じ動きなんですけどやってることは、はい、筋肉の動きは多分外から見たら一緒なんですけど、はい、感覚がそのハムに入るんで、はい、ハムだけにこう、はい、疲労を感じるようになるんですよね、はいはい、だからまあトレーニング上手くなってくると1レップ1レップハムで上げる手刀で上げるハムで上げる手刀で上げるっていうのを交互にやれるようになります。あそれってもう本当に感覚ですよね。考えてないんで、はい、脳で、はい、筋肉でこうこっちで押す、はい、こっちで押す、はい、こっちで押す、こっちで押すとの交互にやることもできるんですよ、はい、まあ、それはやっぱり最終的にそうなるとね、はい、トレーニングが上手になるし、はい、いいと思いますね、はい、そうなると正直フォームなんか気にしなくてもいいですか。あ自然と多分効くフォームになってくるので、はいはい、まあ、そこにはやっぱりいろんなこう体の使い方が、はい、自分でいろいろ試行錯誤して、はい、やってもらうと、はい、いいかなと思いますね、はい、とにかくやっぱり考え事が多いほど体って動かなくなってくるんで、ね、あんまりいろんな握り方だとか、はい、こうね、難しいことを考えちゃうとね、はい、どんどん体が動かなくなっちゃうんで、はい、考えずにいわゆる感性で感性でいけますと、そこはやっぱり大事だと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。I earned